皆さんこんにちは。こんにちは。どうもです。こんちは。終盤っぽいけど終わりが見えないね。一体どこまで続くのでしょうかね。それにしても美しいですね。カービィらしくはないけどね。レッドガルキン即地。名前からすでにヤバそうな場所ですね。果たしてフィリンはここにいるのでしょうかね。敵もここに潜伏してるの辛いだろうにね。でも暑がりですからね。カービィも心臓強いですよね。コピー技で寒暖差やばいから心臓って概念がないのかもね。カービィ過激派内ではそういう考察はご法度ですよ。熱々の金属地へ。金属地って響きがいいね。使ってそうで使ってなかった表現ですよね。スクール界隈に衝撃が走ってるかもしれませんね。都市高速っぽいのがいいね。二車線ってのもいいですよね。一体ここで何があったんだろうか。純粋に天変地異で滅んでる感じですよね。カービィの割にカメラが近くて戸惑ってるよ。ドリキャスのカメラ位置ってこんな感じでしたよね。そりゃカメラさんが暴走するわ。カービィがワイルドに感じますね。てかここやばいな。スターフォックスにこういうステージありましたよね。もはや世界の終わりって感じですね。こんな状況でよくワンコも落ち着いてるな。雑魚といえどここを守ってるってことはエリートですよね。 RPG だと後半雑魚は出てこないけど、アクションゲームは最初の敵が最後まで出てきがちだよね。システムが違いますからね。このワンコ倒せるんですか。ワンコじゃなくてガルルフらしいです。カンペオツ。やっぱりミッションでしたね。こういう予想ができるミッションはいいね。ただしもう一匹いる。うっわ、敵相手にも容赦ないですね。こればっかりは自然のものですが、動線が崩れるのも時間の問題ですね。命がけでカービィに立ち向かおうとしているなんて涙ものだね。でも雑魚なワンコしか配置されてないところを見ると捨て駒にされてますね。めっちゃかわいそうじゃないですか。ちゃんとニードルもいるぞ。意外とデハイカの方が人道的なのかもしれませんね。なんか取り返しのつかない展開になりそうな予感がするんだよな。自分で言うってことはきっとはドルディが溶岩に沈んでいくんですね。特にラストシーンではドちゃんが親指を立てながら溶鉱炉に沈んでいくシーンは涙なしには見られなかった。かわいそうなのでやめてもらえません。溶岩に落ちるとアウト扱いなんだな。親指立ててました。カービィに指はないですからね。溶岩の滝なんてあると隠し通路があるんじゃないかって思っちゃうよね。こんな危険な場所に隠し通路なんかあるわけないですよ。ゲームのリアルさゆえって感じですね。リアルだったら通路でさえ防護服が必要ですけどね。やっぱり未来人はこういうところに詳しいよね。なんで詳しいのかは聞かないでおきます。聞かれてもわかりません。意外とミッションはさっくり達成しましたね。でも緑のひし形ゾーンが待ってるんだよね。このマイペースな感じはお察し案件じゃないですか。精神を病んだ人のプレイってのはガバなのに神経質な感じで嫌ですね。 3D に慣れてない感じにも見えますけど、まあ見返してみるとヤバいとは自覚してるよ。青いコンテナが消滅しましたね。コンテナも親指を立ててましたね。未来人さんがターミネーター好きだってことは分かりました。あんまり言及すると私が履修しないといけなくなるから気をつけてね。あなたもプレイを気をつけてくださいね。アドルディがかわいそうですね。悪かったよ。やり直さないんですか。ここでやり直してたら永遠に終わらないよ。この企画に関しては攻略情報も見ないでプレイしてるんですよね。昔ってそうやって遊んでましたよね。なんかゲーセンのメダルゲームみたいだな。メダルゲームというかお菓子を落とすゲームというか。お菓子落とすゲームって落ち着いて考えると絶対得しないんですよね。ラムネと飴玉ばっかりですからね。利益よりもロマンなんだよ。そして穴掘りゲームだよ。これはまたワドルディが失われる気配がしますね。難易度が急に上がりすぎじゃないですかね。確かにガクッと上がった感じがします。まだだまだ諦めんぞ。こんなことで諦められても困りますけどね。初代星のカービィのデセンで折れてませんでした。あれはただの演出だよ。ワドルディがいた。あのやり取りのおかげで足はレギュラーをゲットしたんですけどね。時系列はそれでもう一人いてもいいかなって思ってゴエモンデメタンを使ってみたんだけどね。それでチャンスを棒に振ったのか。何ですかその言い方は。そんなことがあったんですね。
バドルディの救出がやけに簡単だったのが気になるな。散々騙されてきてますからね。そして体力も限界ですね。ここで人参が出てくるのは嬉しいですね。完全に開発陣の想定内って感じだね。そして完全に地獄ですね。今回のカービィのボスはガチっぽいですね。ギミックに遊ばれてる。開発陣の想定内って感じだね。この宝箱めっちゃ気になるわ。これはやり込みプレイがめっちゃ面白いゲームですよね。そっくりそのまま64で出てたら小学生の頃大興奮だったな。そうしたら私は今頃ゲーム廃人でした。たとえ 64DD でも無理でしたね。それでも当時は無限の可能性を感じてましたけどね。4人対戦がデフォルトになったっていうのは小学生にはドンピシャだったね。奥に通路があるなんて。当時のハードだとこういう奥行きギミックは分かりづらいですよね。解像度が低いですし、テクスチャが汚い時代ですからね。なんだよ、ガチャガチャだけかよ。終盤にこの分かりやすさですとこんなもんですよ。マジカルズノーパワーの間違い探しもすぐ分かるやつは点数低かったからね。めっちゃ懐かしいワードが出てきた。もう今の人たちには通じないですよ。あれも初期のポリゴンみたいなやつでしたね。あ、これは沈むやつですね。来るとは思ってたけどね。ちょっとプレイが雑になってますよ。ドリルの制御が効かないんだよ。下手くそだな。ストレートにおっしゃいましたね。2周目に向けてドリルの練習だ。まあ2周目はインターバル中にやってくださいね。バドルディコンプするのに何周するんだろう。てかこのゲームで一番難しいステージじゃない？この後のステージが全部このステージの水準だとするときっついですよね。エクストラモードがないのがまだ救いですかね。老若男女問わず人気のカービィのゲームなのに。そしてチャレンジステージもクリアできる自信がないよ。これは大体どうなるかが予想できる感じだ。このトラップってボスが作っているんですかね。アクションゲームにおいてはこういうことは考えちゃいけないってお約束があるんですよ。そういう裏側的なお話って意外と作るの大変なんだよね。まあご愛嬌ってことにした方が楽しめますからね。ぐんぐん沈んでいきますね。オムレツがすでにトラップに見えるんだよな。まあ食らってますけどね。ガルルフィが出てきた。嫌なタイミングで出てきましたね。従順なワンコを溶岩に沈めようとするなんてボスもひどいことするよな。倒さなかったあなたも同類ですけどね。深く考えるのやめません。命は重たいですよね。ああ間に合わなかったじゃないですか。これは私が責められることなのか。アドルディが助かってよかったです。昔のアドルディは大体投身自殺してたけどね。かわいそうに。暑いから水を飲むよ。こんなところから出る水自体熱湯ですよ。カービィ体張ってますね。水満載で落ちるのは絶対やばい。カービィの皮膚ってめっちゃ強いんだね。ゴムじゃないですからね。カービィって不思議な生き物ですよね。そしてぐんぐん足場が崩壊しているな。カービィ気をつけて。ワンコは本当に勇敢ですね。出世がかかってるので命がけで頑張っているんですよ。無理しすぎると病気になるから気をつけるんだよ。あんまり重たいことを言わないでくださいね。結局水道はあるんですね。沸騰してますね。わあマジかよ。絶対絶命じゃないですか。これ間に合っても死ぬんじゃないですか。映画の間一髪の救出シーンとかそういうことありますよね。もうこの時点でダメですね。水を含んだ時点ですでに勝ち目はないってことなのかな。ワドルディは助かりましたね。でもカービィは助かりませんね。今回はひどすぎるプレイですね。ひどいってかこのステージめっちゃ難しくないかい。眩しそうですね。ライト付きとはハイテクだな。そしてやっとコサボールですね。めっちゃげんなりした10分間でしたね。カット多用してるから実際はもっと尺があるけどね。なんというかお疲れ様です。ねぎらってくれるのは未来人と3体のワドルディだけだよ。ワドルディも内心腹渡が煮えくり返ってますよ。アーシはメタンと違って結構応援してるんですよ。秘密の抜け道あったのか。全然救えてないですね。エフィリンは無事なんでしょうかね。どうなんだろうね。その真相を明らかにするまでは動画を続けてくださいね。ダラダラと長くやっちゃってる感があるからね。ご視聴ありがとうございます。次回もまた見てくださいね。まだまだ続くよ。楽しみに待っててね。